心と体の本当の関係、スピリチュアル健康生活、大川隆法。プロローグ、あなたに贈る言葉。心と肉体、病気になりたいと本気で願っている人はいないだろう。だが日本の大病院はスーパー並みに混雑している。人は表面意識とは違って、潜在意識では病気を求めている。仕事が挫折したとき、勉強に疲れたとき、人に叱られたとき、恥をかき、名誉が傷つけられたとき、自分からは休みが欲しいと言えないとき、自分の能力に限界や劣等感を感じるとき、負け犬根性になったとき、周囲の過大な期待に押しつぶされるとき、ストレスの吐け口がないとき、悲観論を信じるとき、生活の乱れを直せないとき、罪の意識に縛られているとき、さて、もうお分かりだろう。病気の原因は心が弱っているからだ。祈り、信じ、回復することを強く求めよ。その思いが肉体に働きかけるのだ。自分は本質的に丈夫であると信じなさい。希望と信念と仏法真理が決定的に治癒力を高めるのだ。2008年5月、幸福の科学総裁、大川隆法。目次、プロローグ、あなたに贈る言葉、心と肉体。パート1、心と体の間に幸福な関係を築こう。チャプター1、誰でもできる健康生活実践のためのヒント。1、現代のストレス社会を生き抜く健康の秘訣とは。2、肉体と魂は例えると車と運転手の関係。3、健康のための投資と体力の貯蓄を。4、運動不足の人は歩くことから始めよう。5、悩み解消への意外な工夫、疲労の予防法を知ろう。心と体の本当の話、1、心と脳の真実の関係とは。チャプター2、霊的な目で見た心と体の意外な真実。1、がんの予防に瞑想が効く理由とは。2、憎しみを捨て、許しによって病気を治す。3、過去世と病気の意外な関係。4、生命には驚異的な再生・回復能力が宿っている。5、臓器移植をすると、他人の霊体の一部まで移植される。6、肉体の寿命に限りがある理由とは。7、重度の障害者や不治の病気の人などは、現代人のおごりを戒める先生。心と体の本当の話、2、人生は一冊の問題集。カルマに見る過去世と今世の関係とは。パート2、Q&A、心と体に効くアドバイス。チャプター1、心の癒し編。1、プチうつの原因と対策について教えてください。2、ダイエットによる心身への悪影響はありますか。3、
金縛りに合わずに安眠できる方法を教えてください。4. 生理中不安定になる自分をどうしたらよいでしょうか。5. どうすれば過去のトラウマを克服できるでしょうか。6. 性同一性障害に悩む友人にアドバイスをお願いします。7. 中絶には霊的に見てどんな問題があるのですか。心と体の本当の話。3. エイズ、インフルエンザ、ウイルスを広げているものの意外な正体。チャプター2。さまざまな病気編。1. アトピー性皮膚炎の原因と治療法は何でしょうか。2. 自閉症の原因と自閉症児への接し方を教えてください。3. 子どもの障害にはどんな意味があるのでしょうか。4. どもりはどうすれば治りますか。5. リウマチの原因と治療法を知りたいのですが。6. 難病の霊的な意味について教えてください。7. 失明してしまった私に心の指針を与えてください。心と体の本当の話。4. 仏教を学んでいる人は長寿になりやすい。チャプター3。看護・介護の心得編。1. 病人に接する時の心がけについて教えてください。2. 認知症の母にどのように接していけばよいでしょうか。3. 寝たきりの義母の介護に疲れてしまいました。心と体の本当の話。5. 心臓病を予防するにはまず生活習慣の改善から。心と体の本当の話。6. 呼吸を整えて霊障を取り除く。パート3。健康のキーとなる信仰の力。1. 自己イメージが自分の体を作っている。2. 心の力で体を健康にも病気にも変えることができる。3. がんと戦う鍵。免疫力を高める信仰の力。4. あなたは病気を愛する人になっていないか。5. 高次元のエネルギーを充電する祈りのパワー。6. 病を癒すための祈り。修法エルカンターレヒーリング。7. 信仰はすべてを解決する力を持っている。エピローグ。あなたに送る言葉。現代医学と宗教。エピローグ。あなたに送る言葉。現代医学と宗教。現代医学と宗教の関係をどう考えるべきか。難しいテーマではあろう。しかし私は現代医学も仏心の指導のもとにあると思う。医療系の光の天使を仮に医心と呼ぶとすると、医心のルーツ根源をたどっていくと必ずヘルメス心に行き当たるからだ。また西洋医学と時に対立する東洋医学もそのルーツ根源は老荘思想や仏教にあり、僧侶が医術を教えていた例は多い。もちろん病気治しをする宗教にも仏心が盛んに協力している。たびたび奇跡を起こして人々の信仰心を高めている。ここで大切なことは、
医学と宗教の協調協力である。信仰を理解する医師であれば、心の力を使ってもっと病気が治せるであろう。時には言葉と薬の併用で奇跡のように難病も治せるだろう。また宗教者も医学の光の部分と協力すれば、悩める人々を救える範囲が広がるだろう。目的は人々の幸福なのだから、互いに助け合えることが望ましい。2008年5月、幸福の科学総裁、大川隆法。